どうも、谷川さんでございます。本日はね、こちら、ヘッドがね、もういい加減乾いてきたという、まあね、結構走ったりとかしてるんで熱でね、だいぶこう硬化されてると思うんですけど、ちょっとね、ゴミが乗ったり、ちょっとやっぱ埃がつき始めたんで、ちょっとね、プレクサスでこちらのちょっと綺麗に磨いていこうかなということで、まあ、ちょっとね、まあそんな感じの作業と、あとはね、ちょっとこちらのプチ作業としては、このね、ウォッシャータンク、僕のはすごくちっちゃいウォッシャータンクなんですね。これね、軽量ウォッシャータンクということで、こちらにちょっとね、水を足すと。なんかね、水が足りなくて、全然、出が悪いかなってます。ちょっと満タンまで入れて、よいしょ、 OK、 これでいいんじゃないですか。ちょっとホースが短かったかな、中のホースが。はい、これで OK でしょうかね。はい、完璧です。はい、完了しました。はい、てな感じでですね、ちょっとこのね、ヘッドの方ちょっと見てまいりましょう。はい、こんな感じでございます。まあ、ちょっとね、ホコリなんかがこの辺についてたりするんで、まあそれが綺麗になればいいかなと、ところでしょうかね。はい、まあ、ちょっと一旦、拭き取ってみます。はい、ちょっとなんかザラザラになってきたね。ゴミが付着してそれがなったのかよくわかりません。まあでも見た目はね、相変わらず綺麗ですんで、まあこのままでいいんじゃないかとは思うんですけどね。ちょっと磨いていきたいと思います。歯がすごい。24/7 Cause when we're together It feels like we're in heaven If it will get dark You'll be my million stars I know I can lean on you Ooh, you catch me like a leaf Falling from a tree If I be a shooting star You make a wish No, I don't fake this kind of feeling Never felt so real My heart is on the table はい、皆さん、磨き終わりました。レクサス、やっぱりね、安定のプレクサスでございます。まあ、表面の汚れを取りながらコーティングしていくというね、感じの、ものなので、まあ、手軽にちょっと、物を輝かせやすいということで、まあ、プラスチックとか結構こういうコーティングしたところにやったりとかして僕やってるんですけどね。はい、まあ、ちょっとこんな感じでできたかなということで、ちょっと見てみましょう。はい、どうでしょうか。まあ、あんまり変わりは分かんないかもしれないですけどね、多少ね、そのホコリがついてたんで、ホコリを取っていく感じでやりましたけどね、だいぶ綺麗だと思うんですよね。あ、でもよかった。結局剥がれやすくもなくてね、非常になんかこういいコーティングができたかなと。あ、ちょっとゴミはしょうがないです。青空塗装してる時点でね、ちゃんとした塗装をする場所でやらないとやっぱダメだなという感じかなと感じでございます。あ、バッチリですね。はい、よかった。もうこれで剥がれることなく、最初なんか触ったりとかしたら結構跡がついちゃったりとか結構大変だったんで、まあ、ちゃんと硬化されたということでしょうね。はい、確認ができました。以上でございます。今回はですね、じゃあプレクサスで綺麗にヘッドを磨いてみたということで、まあちょっとこんな感じでね、エンジン感じは仕上がったんじゃないでしょうかということで、まああとはいろいろね、これもやることがいっぱいあるんですよ。オイルクーラーがちょっともうね、ボロボロだったりとかね、あとはもうタワーバーとか汚いんで交換していったりとかね、いろいろちょっとやっていきたいと思うので、まあちょっとそれでですね、カスタマイズ地道にやっていきたいと思います。まあね、レストア、これもレストアですね。古い車をきれいに
保っていこうということでやっていきたいと思います。今回は以上でございます。バイバイ。いつも見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価ボタンお願いします。以上、タニプラスさんでした。バイバイ。いいねー。